バルダナーサ、または、プシュヤブーティアサは、7世紀前半、ハルシャバルダナが創始した古代北インド最後の統一王朝。首都は当初は、現在のテンザーに置かれていたが、最終的には、ガンジス川の上流のカーニャクブジャ、ウッタルプラデーシュ州に置かれた。インドの丘陵と高原、北インドと南インドを分けるビンディア304世紀前半に、起こって、 同世紀末から5世紀前用にかけて前世紀を迎えたグプタ朝であったが、5世紀中央以降、白いフ族と呼ばれた遊牧民エフタルの勢力の度重なる侵略を受けた。グプタ朝第5代の王、スカンダーグプタは、この侵入軍を一度は撃退したが、その後も侵略は、波状的に継続した。6世紀に入ると、白いフ族の部隊長ミヒラクラの暴虐が、 知られるようになった。ミヒラクラは、県政を振るった6世紀前半、大規模な仏教弾圧を行った。6世紀中頃、疲弊したグプタ朝が滅亡すると、北インドは、分裂状態に陥った。グプタ文化の秩序を回復したのは、勇敢な武将であったハルシャバルダナであった。ハルシャは60、606年頃に即位し、マウカリ朝とを併合して、 混乱のうちにあった北インドの大部分を統一し、ビンディア山脈ビンデューズの北側一帯を支配した。文武両面に引いてた名君の一人であった、ハルシャオは仏教に帰依し、また、ヒンドゥー教など諸宗教を保護した。ハルシャ地世紀は、国内は平和で栄え、インド文芸史においても重要な時期にあたっている。グプタ朝の時代に勃興したヒンドゥー国家主義の思想は、むしろ、 ハルシャオによって回復された秩序だった、平和の中においてこそ充実していったのであった。党の現状は、上岸3年から上岸19年にかけて、バルダナーサを訪れ、大東西域期において、ハルシャオの政治の疎くさや、国家の政教は平、首都カナウジの繁栄ぶり、また、当時のインドの人々の正直で誇り高い姿を、絶賛している。 中国の東欧朝との間には外交施設の交換もあった。ハルシャ王の派遣した修行施設は641年に東の大層の朝廷を訪問し、2年後には東からの東霊誌を原作がハルシャ王のの元に到着した。647年頃、ハルシャ王が後継者を残さずに没すると荒シュが王位を散脱した。この混乱で東の施設、 王原作がアラナシュに捕らえられると、トバンのソンのン千ンポと、リッチャビ王朝のナレンドラデーバが、チベット兵、ネパール兵合わせて8000人の兵で、インドに侵攻し、王原作を救出した。アラナシュが、捕虜として、党に連行されると、王国は、再び急速に分裂していった。新たな分裂の時代は、しのぎを削り合う小王朝と、混じり合う諸民族を、はっきりとは、 区別できない時代というべき様相を呈した。インドア大陸は、北端のカシミール地方の勢力、東部のベンガル地方のパーラーサ、中南部で観光源のラーシュトラクターサ、そして侵略諸勢力が北西部の山道よりインドに殺到し、ヒンドスタン平原は再びグニュー割拠の状態に陥り、西方はラージプート族による小王朝が建てられた。この時期を、 ラージプート時代と称している。ありがとうございます。